こんにちは、菅野です。今日はですね、オリジナルタオルなんですけども、コンサートで売っているようなオリジナルタオルの頃のね、生地なんですけど、シャーリングってよく言われるんですね。で、このシャーリングの生地っていうのはどういうものかっていうのをね、実は昨日もお電話いただいたんで、それについて説明させていただきたいと思います。これがシャーリングのタオルなんですね。で、どう違うかというとね、一般的な生地っていうのは、よくタオルなんかね、よくいただくタオルなんかでしたら、こういうふうな目面がこうなってるんですね。このパイル状になってるんです。見えますかね。ね。で、このシャーリングのタオル、シャーリングの生地っていうのはどうやっていうと、パイルがないんですね。ビロードみたいになってるんです。綺麗にね、ビロードみたいになってるんですね。どういうことかというと、このパイルの頭を全部こうカットしていってですね。なぜこういうことをするかというと、プリントをきれいに載せるためなんですね。プリントをきれいに載せるため。プリントをきれいにするために、こうデコボコやったらやっぱりね、具合悪いんで、これをなくすためにこの表面をカットする。で、カットした後にきれいとプリントをしていくという、そういった作業になるんですね。で、このシャーリングのタオルっていうのがほとんどのコンサートなんかで使われるのが、やっぱり衣装が大事ですよね。アーティストさんの衣装というかデザインが大事なんで、これはやっぱりきれいに表現するにはこのシャーリング生地、ちょっと前までシャーリング生地イコールプリント生地って言われたんですけども、こういったものを使うっていうのがやっぱ間違いない方法です。もしね、またシャーリング生地でわからないことがありましたら、私どものホームページも詳しく載ってますけども、それでもわからない場合、またお問い合わせいただくようにしてください。よろしくお願いいたします。